れと、なんじゃこの棒みたいなの、ハートもありがとうございます。じゃーん。そう、それでね、さっきご飯食べて帰ってきました。めっちゃお腹いっぱい、なんかすっごいタワーもらった。なんだこりゃありがとう。待って、何それ、靴、ガラスの靴、なんかシンデレラこれかな。クマありがとう。ジョシュアさん、ジョシュアさんありがとうございます。すごい、ありがとう。シンデレラ仕様なの、どうもありがとう。ちょっとね、ちょっとホテルであるかな、紙なさそうなんだよ。あ、あれがあるわ。ちょっと可愛い的になっちゃうけど過去自分のね、あれがありました。立ち位置ノート、これの、これを一枚ちぎって、こう余ってるから。皆さんこんばんは、中村舞です。今言うこんばんは。今日はね、HKT48 さんの劇場で、あの出張公演でした。ありがとうございました。ちょっと待ってね、ジョシュアさん、ジョシュアさん、え、かわいい、シンデレラだ。ありがとうございます。ありがとう。初めて劇場行ったんですけど、え、めちゃくちゃ好きですね。もうなんかいいなって思いましたね。すごい、なんだろう、あの花道とか最高だね。クマありがとうございますね。めっちゃなんか近くなるし、え、花道すごいいいなって思いましたね。楽しかった、ありがとう、嬉しい。しね、なんか出はけもね、すごいいろんなところがあって、そうなんよね。なんかあと思うのは、楽屋とか行ってもなんかメンバーの写真とかだったりポスターとかだったり、本当になんかいろんな、もう前の今だけじゃなくて、こうなんかいっぱいいろんなのが飾ってあって、なんか劇場の色が出るなって思って、すごい、いや、なんかいいなって思いましたね。花道の前まで来て、目の前まで来てくれてありがとう。めっちゃ近かった、嬉しかったです。ロッカー、なんかみんな戦場じゃないや、専用のロッカーがあってさ、私らの戦場劇場にもさ専用のロッカーがあったんだけど、それみたいだった。え、ちょっと難しいなこれ。クマありがとう。ロッカーは使ってないです使ってないです。あのテーブル使ってました。なんかね、 HKT さんの劇場ね、ウォーターサーバーがあるんですよ。でね、なんかね、いつでもすごい冷たい水がね、好きなだけ出てくるんですよ。で、紙コップでこうやって注ぐんじゃけどね、なんかそう、すごいしね。しかもね、 HKT さんのとこの水美味しい気がしたんですよね。美味しかったです。好きなだけ飲めるしね、でも最高で美味しかった
まあ、ほぶかけた、簡易的だけど、じゃーん、なんか暗い？暗いですか？じゃーん、ジョシュアさんありがとうございます。チャリーン、ありがとう。チャララーン、キラキラ、ありがとう。とちっちゃいサイズで、しかもペンがいつもと違うから、ありがとうございます。充電が、うん、よいしょ。お腹いっぱい。素敵、ありがとう。食券さん、ありがとう。中村舞です。そう、今日はね、そう、つるくさんが来てくださってたんですよ、公園に。そうなのよ、なんか舞ちゃんいつも見てますよって、舞ちゃんって呼ばれてめっちゃびっくりしました。私のことも舞ちゃんと呼んでるなんて。そう、今日はね、見てくださってて、ちょ、鼻だれもさ、すごい緊張したわ。ありがとうございます。ぬるまもありがとう。いや、そうね、ありがとうございます。いや、でもすごい嬉しかったです。ん、あの、来てくださってて、え、本当に楽しかったな、公演めっちゃ楽しかった。今日まとめ髪じゃーん、今日もまとめた。さ、まとめたらさ、あの、衣装にさ、すごい髪の毛が引っかかってさ、大変なんだよね。動きやすいんだけどね。まとめました。触覚食べてたね。触覚食べすぎて途中で張りました。でも取れちゃった。たまにはおろしで、あ、でも私おろし割と多いですよ。公園とかは結構おろし。そうです。多いです、多いです。最高かよ、よかった、嬉しい。君って、君って最高かよ、来いって来いって最高かよ。大人列車もやりました。なんかめっちゃコメントとかでさ、毎日のようにね、なんかお話できませんみたいな。もう話してます。話しとるんじゃけどね。うん、なんかあの、さすがに一対一で話す感じじゃないので、配信は。なので、なんか話せないっていうのはなかなか難しい
ですね。結構なお話し会とかだったら1対1で話せると思うんですけど、なんかし今私はみんなとお話ししてるつもりなんですけどね、なんかもしあれならばお話し会もお待ちしてます。なんかでも毎日のように言われて、なんでなんだろうってめちゃだし、あともう今日も別の名前でなんかすごい攻撃的なコメント、誹謗中傷みたいな、もう本当にもうもうふんってなります。うん、ストレス溜めないで。うん、溜まった。うん、ストレスが今溜まった。うん。溜まった。なんでそんなこと言うのって。歌？歌って、そういう時はなんかね、歌おうとしたら歌わないでくださいとか来るの。そしたらね、うちのお母さんがね、まいちゃんって歌わないでって来てもいっぱい歌いなさいってうちのお母さんがね、歌いなさいってすごい言ってくるんですよ。まいちゃん、私お母さんね、あのまいちゃんのショールームで歌好きだからねって。わ、いる、また言ってる人いる、通報しよう。もう何なの、なんこれ以上何を望むんだ私に。もうお話し会来てよ、ショールームはみんなでこうなんだろう、わちゃわちゃする場所なんです。よろしくお願いいたします。3分、ありがとう。わ、見つけた。こういうことを書いてる人でもツイッターとかあのつなげてるんだ。運営に言っちゃうぞ。もう楽しい時間にしましょう。お願いします。コメント読まれるなんて100回コメントして1回ですよ。今その1回だ。ありがとう。
そんなことないよ、結構読んでるよ。うん、あ、壇上呼ぼ。まさきさん、アーリーさん、きなぺこさん、福太郎さん、くまねパパさん、ピロミンさん、ジョシュアさん、パフィンさん、くまきちさん、まゆたみさん、やまちゃんさん、りょんきゅうさん、カロさん、ありがとうございます。ということで、こんなこともありましたが、また明日からも何卒皆さんよろしくお願いしますありがとうございました。おやすみなさい。ありがとう。休み。